スニーカー集めてたりもするんで、保管方法、それを YouTube にアップしていこうと思います。エンケンバリチャンネル、はい、こんにちは。今日はですね、随分前に撮ったスニーカーの収納方法の動画をアップしていきたいと思います。ただこれね、2020年の5月ですね、今調べたら、その時に撮影して編集しているので、例えばいろいろ聞いたりとか調べたりとかしたらちょっと違うよみたいなこと言われたところもあるので、そこはもうこういう風に時々合間にこう差し込みながらやっていきたいと思います。初めてね、これ僕が長い動画、多分10分を超える動画でフルテロップでなんかいろいろ画像とかを頑張って入れた動画なので、まあ、結構作り込まれてるので、ぜひ最後まで見てもらえれば嬉しいです。じゃあどうぞ。スニーカー集めてたりもするんで、なんかそれの保管方法、それを YouTube にアップしていこうと思います。でもなんか僕が詳しいわけじゃなくって、僕も YouTube で見たやり方をちょっと真似して、まあ、今日は 4、5足、まあ、ちょっと保管していきたいと思います。こんな感じで洋服とかスニーカーをね、家のクローゼットに置ききれないので、こういうとこに置いてます。スニーカーを保管する上で、まあ、大事なことがなんか除湿とあと日陰がすごい大事なみたいで、ここはまあ僕のなんか倉庫みたいに使っているところなんで、日陰っていうのは大丈夫なんですけど、ちょっと暑くてエアコンとかもないので、まあ頻繁に変える前提でこういう風に除湿器を買ってます。こういう風になるので、ちょっと今うるさいんで止めときます。それからこんななんかあのまあ消臭剤できるだけこの空間をいい匂いにしようかなと思ってます。んであとはこういうジップロック、100均のでもいいらしいんですけど、今こんな時期なんで Amazon とかでダラーっと買いました。買いました。はい、あとはこういうなんか除湿剤ですね、これも買いました。ミセスロイドっていうのが黄ばみを防止するやつらしいので、本当は服、もう服なのかな、服とかなんか白いものに入れておくと黄ばみを、消してくれるアイテムらしいです。あとあのこれですね、もっと多分いいのあるんですけど、あの空気抜き、こういうジップロックに入れたのをできるだけ真空にするために、スニーカーだからギューって押さえると、よくはそれできるけど、スニーカーだと押さえるとシワになっちゃったりとかするんで、これでちょっと空気抜けそうなんで、いろいろ見たんですけど、なんかこれ500円ぐらいで安かったんでこれ買いました。別にプロでもなく、なんかまあちょっと長く保管できりゃいいなと思ってるので、あと YouTube 見て見よう見まねでやってるだけなんで間違ってるかもしれないですけど、参考にしててください。ひとまず順番にとこうか。じゃあこいつ、よいしょ、これはエアジョーダンズームフィアレスですね。はい、あ、このねズームフィアレスはなんだっけな、なんかを理由に売っちゃったと思うんだよな、もうねないと思います。これは1万7000円台のジョーダン1の頃に1万9000円ぐらいで高いなみたいな、そんな記憶があったようななかったような感じですね。こんなやつですね、こんなやつ、これ今こんな色だけど、なんか色が変わんのかな、まあ、わかんねえか、こんなやつです。はい、中にあのこういう中敷きみたいなのとか入れておくといいらしいっす。はい、ここですね、あの元々靴買った時に入っている茶色い中敷きがあるんですけど、あれはねなんかどうやら外して収納した方がいい説もあるらしいです。ちょっとね理由はあんまりわかんないんですけど、中敷き外した方がいいよっていうのは結構聞きました。はい、入れます。で、まあ、反対側もこれ可愛いですね、このキーホルダー可愛い。入れます。そしたら除湿剤を1個入れます。
これはなんか今こういう風に粉なんですけど、これ別のに使ってたやつなんです。これなんかあの満タンになると水失敗するとこういう風にこうなんかジェル状になるんですよ。こうなったら取り替える、こっちに取り替えるみたいな、見てわかるんで、まあ、もうこれがちょっと残ってるんで、これにはこれを入れます。こういうこうピコッと入れます。ほんでこれまあラバーソール、なんか透明のソールなんで透明とか白を黄ばみやすいらしいんで、これにはこのミセスロイドを入れます。で閉じます。あとこう開いたぐらいでこの空気抜く機で、まあなんかピタピタに真空にはならないけどいいのかな、こんなもんで多分いいんだと思います。そしてこれをまた箱の中に戻していきます。蓋をすると、これでこちら終わり。ちょっとねやっぱりジップロック分広くなります。広くあの大きくなるんでちょっと箱パンパンになるんですけど、まあいいんじゃないかな、多分これで合ってると思います。じゃあ次プチスニーカー紹介もできるし、じゃあ次これやりましょう。これです、あのオフホワイトとエアジョーダン5のコラボのやつ。これめちゃくちゃ履きたいんですけど、なんかかっこよくて履けてないんですよ。で僕は基本的に靴は全部26で、たまに外国のサイズで間違って26.5 とか買っちゃう時もあるんですけど、26が基本的なサイズです。これです、まあ、何がかっこいいか、ちょっとこれゴツゴツしたの僕好きなのと、なんかあとあのレアなんですよ。かまいたちの山内さんも言ってましたけど、なんかレアってかっこいい。僕エアジョーダン1とかよりかは4、5、6みたいなゴツッとしたのが好きですね。で今度これやっていきましょう。ジップロックに入れます。分かった分かった。こうあったらこう入れましょう。まずこう入れましょう。こう入れてこの除湿剤、なんかまあ万が一ねなんか漏れたりして色移りしたら嫌なんで、一応靴の上に入れときましょう。それからミセスロイド入れます。空気抜き、ない方が良さそうだ。これめちゃくちゃうまくいった、超真空。これで一上がり。では箱に戻していきます。こういうレアなスニーカー履きたいんですけど、履くのがもったいないなってやっぱ思っちゃうんです。これはオフホワイトエアジョーダン5でございました。こいつをやっていきましょう。こいつはこれです、エアジョーダン3ですね。これねあのなんか可愛いです。ででん、こういうヒョウ柄、アニマル柄ですね。こんなやつ、これも履こう履こうと終わったらもう冬が終わっちゃったんで、また来年の冬までお待ちですかね。すごい、ほらなんか素材もあれで、まずこう向きで入れます。でこれもまた、まあ、いつも通りこの除湿剤とミセスロイド。僕ねなんかそのコレクターでもないんで、超マニアでもないので、履く用に買うし、あとプレネでは買わない。なので、まあ、定価で買えたやつだけこうやって取っとくみたいな感じなんで、当てるためにでもめっちゃ努力してます。はい、コレクターではないみたいなこと言ってるんですけど、今ちょっとざっと調べるとすごい数適当ですけど、今履いている靴が大体80足ぐらいな気がします。サンダルとか入れてるんですけどね、80足ぐらいで、いつも撮っている撮影のところにあるのがそこで多分5、60足ぐらいあるのかな。で倉庫に200から300、250足ぐらいあるって考えて、今300
から400足ぐらいあるんじゃないかなって思います。しっかりね数えてないからわかんないんですけど、スーパーにわかすけど3、4年ぐらいのスニーカーしかないくって、僕も二次流通プレネとかでスニーカー買わないので、ほんと一次流通で手に入れたものしかない。ここ4年ぐらいで手に入れた靴ですね。まあまあまあレアなものからその普通の靴まで合わせて300ぐらいはある気しますね。なんでもそのコレクターの底辺を名乗っていきたいと思います。じゃあ空気抜きます。なんかめちゃくちゃうまくなってきた気がする。まあまあの真空状態に戻していきます。エアジョーダン3でした。今度はこちらナイキダンクとオフホワイトのコラボのやつですね。じゃん、これです。赤黄色緑が出て、なんか緑が一番かっこいいな、欲しいなと思ってて、僕これ当てられなかったんですけど、僕の友達がスニーカーズで当ててくれて送ってくれました。無料じゃないな、定価プラス送料着払いで送ってもらってもらいました。めっちゃ嬉しい、感謝です。でこれもやっていきましょう。恒例のこれです。ジョイントみたいなのあったんですけど、これもスポッて外しちゃった方が楽です。でここにこうねじ込んで、これでキュッと締めます。 で僕はもうこれ外しちゃって、もうここギュッと押しないとピーピーうるさくて、これをほらすると結構真空にならない。ほらこの辺とか結構ピタピタになるんですよ。ミセスロイドがここに。なんかこの青がついたりするの嫌なんで、万が一ねどうなるか分かんないけど、やり直します。こんな感じ。なんかね、こんな細々したことしないで、こう除湿がついてるような部屋があったりとか、なんかエアコン管理されてるようなトランクボックスみたいのがね家についてたりとかしたらいいんですけど、稼いでないんで地道なことをしてますが、なんかこれはこれで楽しいっす。はい、今ね稼いでトランクボックスとかみたいなことを言ってるんですけど、これ2年前なんで、今は本当無事にそんな高くないですけど、3畳ぐらいのトランクルームを借りてます。とかもエアコンとか湿度とかを管理されているところを借りてます。なのでちょっと嬉しいですね。はい、できるだけ綺麗にね収めたいは収めたいですね。ほい、これで終わり。つけた。じゃああとはこれやりましょう。ブリームのコラボです。これはね僕なんかで買うときにサイズを間違えちゃって 26.5 なんですよ。はい、このシュプダンク前が紺色後ろが金だったかな、ちょっと今別で撮ってるんで、この動画に関してこのシュプダンクに関しては、僕の先輩が熊本の熊村ってたまに磨くって書いて熊村に住んでいて、そこがねちょっと何年か前に洪水とかになっちゃって、その先輩が履いてたエアジョーダン1がなんか泥まみれとかでもう履けるような状態じゃなくなっちゃったみたいな話を聞いて、その先輩にプレゼントしましたね。僕26が毎歳なんですけど、これ確か 26.5 しか残ってないかなんかで買って、まあ自分履くサイズがちょっと大きいから履くこともないなと思って、そんな背景があったので先輩に本当に、ね、プレゼントをして多分喜んでもらって、今まだ入ってんじゃないですかね。届いた時ショックでした。はい、これはなんかキホだー慣れたもんす。これがもうなくなっちゃったから100均でこれ大量に買ってきたんで、この普通の脱臭剤、消臭剤、除湿剤いっぱい入ってるんで2個ぐらい入れときましょう。こんな感じ。ははん、よしと、これでシュプリームダンク入れ終わりました。よいしょ。じゃあこちらででーん、エアジョーダン1フライイーズ、こ
これがねマジックテープになってるし、ここがよいしょチャックになってるんですよ。めちゃくちゃ履きやすいと思って、こうエアジョーダン1の履くのの履きにくいのがめんどくさいから気軽には買えないけど、別に超高くなってる靴でもないんで、なんか時期が来たら履きますね。エアジョーダン1を最後にします。じゃあおさらいしながら、まずは僕はですよ、このジップロックを縦じゃなくって横に使います。でかかとから入れます。その方が反対側をこう入れた時に入れやすいんで、かかとからで、今度反対の靴を今度はつま先から入れます。こんな感じ。真空状態になるともう場所を動かせなくなるんで、しっかりとこのつま先とかかとの位置を合わせた方がいいです。ここが合うよ。そしたら除湿剤、普通にこういう100均で売ってるような除湿剤を2個ぐらい入れてもいいんじゃないかな。まあ別に多分1個でもいいと思います。ミセスロイド、黄ばみ防止らしいです。でまあ白いとこがあったりとかするのは入れた方がいいらしいって。まあこれもそんなね超高いもんじゃないんで、1個に1個入れちゃっていいと思います。万が一この青いのがこういうとこついたら嫌なので、念のため除湿剤の上に乗っけます。で閉じます。なんかこういうのこれはついてるんで取りますと。ただちょっとだけ間を残して、夏の空気入れする、浮き輪とかに空気入れるやつ、この青が空気入れる方で、この赤が抜く方なんですよ。なんで抜く方に刺して先っぽを取った状態にして、これをここに入れます。でここまで閉じたら、なんかこれピーピーになっちゃうんで、僕はこの入り口付近をキュッと押さえながらひたすらに、ここら辺見ててください。見えんのかな、もっと見えないかな。よいしょ、キュッと、ほら真空になってても見えるかな。真空にしなくてもいいらしいんで、まあ、これぐらいちょっとなんか真空状態っぽくなればいいと思うんですよ。そしたら入れます。で入れて倒して、ドライイースという感じでございます。はい、ここら辺せっかくなんで、概要欄に楽天ルームのリンクとか Amazon リンクとか書いておこうと思います。全部ねアフリエイトで、そこから買ってもらうとポイントとかちょっとした収益が僕に入るリンクを置こうと思うので、ちょっとせこいですけど、まあ、もしよければそれで買ってもらえると嬉しいです。人の YouTube 見てやったんであれですけど、まずこういう除湿剤、それからミセスロイド、あとはもう中からジップロック、そしてこの空気抜きがあった方がなんか多分ねいい感じになると思います。ちょっとぜひ皆さんもこんな感じでスニーカー保管してみてください。またよろしくお願いします。バイバイ。はい、こんな感じで、動画撮ってます。チャンネル登録といいねよろしくね。紫のボックスに入ってます。これもね、ダンクです。入っちゃおう。履こう。はい、あ、これね、この青い水色のやつ。そうね、買った時はマジでプレネとか全然なくって可愛いな。水色で、まあ、一色の靴だから、あ、いいなと思って履いたんですけど、履いてからなんかやたら、で、なんかトゥントゥントゥンって上がってきたんで、なんかちょっと嬉しいシリーズ。本当に川遊びとかで履いてたんで、もう泥まみれで洗濯みたいなのを何回もしたんで、もうスケーターぐらいボロボロです。
なんか紐がね、青、水色と青があるんですけど、インスタでハッシュタグでこの靴調べて良さげなやつを見るんで、めちゃくちゃインスタ見ます。こいつは持って帰ります。動画をご覧いただきましてありがとうございました。これからも頑張って定期的に動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またコメントはすべて返信させていただきますので、コメントもお待ちしております。ありがとうございました。